もしもし。もしもし。お疲れ様です。鍋谷です。はい、ご苦労さんです。まご苦だ労さんで波す。今は、日真っ赤です。まだ高いですか？波は3メートルぐらい。まあ、そこあるかなって感じかかな。な感じですか？はいやー、メールマガジンい。を掲載を見ましたけども、大変なことになっておりますね。思ってる以上に。何が？いや、どんな話？ドジャーがやられてたりとか、あ、ドジャーは何？ドジャーが破れてたりとか、ああ、そうそう。結構破れ大て変るんなでこすとになっか？てます。マジですか？え？マジですいか？や、まあ、直したら全部、でさ、縫う道具を持ってきてたから、一生懸命縫ったよ。あ、ほんまですか？なるほど。おうん、うん。疲れ様でございます。ようさあ、やそっく、ちでどんな。あ、ようやくですね、ようやく今夜9時頃から、高気圧の本当の中心付近に入ってまいりまして、波、風ともに弱まってきますと。ほんで。この高気圧かなりゆっくりと東北東へ向けて進んでおりまして、かなりゆっくりです。で、明日の午前中までは、今日の夜遅くから、明日の午前中までは、北西からの風、4ノットから10ノット。で、明日の正午前後からは、西からの風に変わりまして、2ノットから5ノット。西に変わる？西からに変わります。え？なん？二度と？2ノットか二ら度5とノッかト。5ノット？まあ、ほぼ、ま、中心っていう吹いてない感じのでと一す。緒じゃん。そうですね。中心に入りえ？ました。そうです。それで？で、明日の夕それ方以から？降は、徐々に南からの風に変わりまして、4ノットから8ノット。です。で、まあ、日曜いっぱいまでは間違いなく、高気圧圏内で、まあ、南からの風が4ノット、5ノット前後続くという状態です。で、その後がですね、ちょっと今、シンモさんの船がまた北へ上がりつつあるんですが、後ろから低気圧が来てまして、北緯34度ぐらいが低気圧の一番南端なんです。で、このままやっぱり33度から32度ぐらいにいといていただくと、その高低気圧の下を通っていく高気圧が次々と通るぐらいの感じになってきます。わかりました。なので、まあ、了解32で度後半かなというのがベストかなっていう感じです、わかり当まし分た。は。で、その低気圧は何？強いの？その低気圧はですね、ちょっと待ってくださいね。そうですね、980から990ぐらいの低気圧で、中心は北緯46度ぐらいのところにあるんですが、結構その範囲が広いので、やっぱり波風の強さ、一番南端が34度から33度後半ぐらいにかかってくるという感じです。なので、高気圧同士が33度以下って感じです。で、しんごさん、波もですね、波も日曜日から1メートル前後になります。ごめん、聞こえない。波が日曜日から月曜日にかけては1メートル前後。です。了解、わかりました。明日には2メーはトルい、ありにながりとます。う。気をつけて。サンキュー。さて、辛坊さん、ようやく、太平洋の、まあ、高気圧が安定して張り出すエリアに、入ってきました。日本近海の低気圧の通り道を、なんとか抜けまして、私も夜安心して眠れる期間に入ってきたかなというところです。まあ、決して、船に乗ってるわけではないんですが、どうしてもね、海域が荒れてる日の夜は、ちゃんと位置情報発信続いてるかなとか、エマージェンシーコールがならないかなということで、ね、どうしても1時間とか2時間に1回ぐらい、
まあ、勝手に目が覚めてしまうもんなんですけども、ようやく昨日、今日あたりから、まあ、夜ぐっすりと眠れる安心感がちょっと出てきたかなという感じです。ね、今後も油断は禁物ではありますが、まあ、しばらくは高気圧圏内がずっと続くエリアに、海域に入ってきたということですので、まあ、波も高くて2メートルから3メートルぐらいかなと。この日曜、月曜に至ってはもう1メートルぐらいなので、ほぼ、凪の状態になってくると思います。で、コメント欄等にいくつか、質問があったりとかしたんですが、辛坊さんの位置情報はですね、サポートしてくださってる古野電気さんの特設ページから、誰でもいつでも見ることができます。大体5分から長くて30分おきに位置情報は随時更新をされております。スタート地点とゴール地点にもね、旗が立ってありまして、こういうふうに進むんだな、どこがスタートでどこがゴールなんだなということが非常にわかりやすくなってます。船の速さがいくらぐらい出ているのかとかですね、残り何キロメートルかなのかみたいなところも表示で出てまいります。非常に充実してますので、位置情報はそちらでご覧ください。それから、まあ、この YouTube に関しては、まずは月曜日から木曜日は日本放送のラジオ、生放送の中で、そしてその番組の放送がない金、土、日に限定しまして、この YouTube でとにかく5時に電話をしたものを早く皆様にお届けするということで、あまり画面上で位置の情報の説明や細かな解説等は入れないように、アップのスピード優先で配信しております。ですので、まあ、より詳しい辛坊さんの位置情報は古野電気さん、そして、まあ、辛坊さんが横断中にどういったことに、こう巻き込まれているのか、どういう状況なのかというのは、辛坊さん、毎週金曜日、これまでも配信してきましたメールマガジン、ございます。こちら太平洋横断中も、まあ、パソコンを売ったりとかメールをやり取りできる環境にはないんですが、いつも5時に電話をしているように、衛星携帯電話で、辛坊さんが口頭で、まあ、毎日起こったことを日誌代わりにですね、メールマガジンの担当者に伝えて、それを日本国内で文字起こしをして毎週金曜日配信をするというのを続けていらっしゃいますので、より詳しい辛坊さんの日々の状況、24時間というのはメールマガジン。そして、まあ、どういうふうに、これから太平洋を渡っていくのか、あるいは、どういう状況に辛坊さん置かれていたのか、このあたり、プロの目線からですね、解説された記事なんかは、辛坊さんが、連載を持っていました、ヨット、モーターボートの専門雑誌、老舗の舵、船の舵という字ですね。雑誌の今、表紙は KAZI になっておりますが、この舵、の5月号、6月号、並びに、オンラインの方でも、随時、解説記事を交えて、辛坊さんの状況というものが配信されておりますので、このあたりも合わせて、ラジオとこの YouTube の辛坊さんの5時の電話の配信と合わせて、ご覧いただければ、より状況が手に取るようにわかるのではないかと思います。引き続き、皆様応援のほどよろしくお願いします。